2次関数の最小と最大の問題で、特に2次関数の中にパラメータがある場合のことについて書きます。話します。で、まあ、例えば、fx イコール x2 乗プラス 2ax プラス a、その中でも、x が0から2までの範囲の中での最小値と最大を求める。まあ、こういう問題結構難しい問題だと思いますけれども、まあ、こういうものを解きます。まあ、これを平方完成をすることによって、まあ、このように fx イコール括弧 x プラス a 括弧閉じるの2乗のマイナス a 2乗プラス a というふうになります。で、要するにこの頂点は、まあ、x がマイナス a の時にあるわけです。なので、二次関数そのものが動くわけですよね。a によって。まあ、そういう時に、その動くことによって、その最大と最小が、まあ、変わるわけです。そういうことを、場合分けして考えていくわけです。で、例えば、a が0以上の時、図で書けば、まあ、このようになってます。なので、まあ、これ、本当に簡単な図なんです。これは、まあ、適当に書けばいいんですけれども、そうすると、まあ、x イコール0が最小で、x2 が最大となることが分かって、まあ、このように、f0 が a で最小で、f2 が4プラス 5a で最大になってます。まあ、このように分かるわけです。で、マイナス1から0の間の時にグラフで書けば、まあ、このようになってます。ちょうど頂点が0から1までの間に入っているようになってて、この時、まあ、要するに二次関数対称性があるわけです。要するに頂点を挟んで、マイナス a の時に挟んで対称になっているということを考えると、まあ、今度は、マイナス a の時に最小で、x が2の時に最大であるということがわかるわけです。この、要するに0から2までの範囲なんで。なので、マイナス a の時に最小で、マイナス a 2乗プラス a、これが最小で、2の時に最大で4プラス 5a になってます。で、次に、マイナス2からマイナス1の時にグラフで書けば、まあ、このようになってます。要するに頂点が1から2の間にあるわけです。まあ、この時も二次関数の対称性を使うと、もう、0の時に最大って分かって、マイナス a の時に最小って分かるわけです。まあ、そうすると、f のマイナス a がマイナス a 2乗プラス a で、これは最小で、f0 が a で、これは最大ってことが分かるわけです。で、a がマイナス2以下の時にグラフに書けば、まあ、このようになってるわけです。まあ、単調現象関数になってるわけです。この範囲で見れば。まあ、そうすると、今度、x2 が最小で、x イコール0が最大であることがわかるわけです。で、まあ、それをちゃんと書くと、まあ、f2 が4プラス 5a で、これは最小で、f0 が a で最大って、これ、とわかるわけです。まあ、このように二次関数の中にパラメータが入っているときは、簡単なグラフを書いて最小値と最大値を求める。まあ、これが一般的な方法です。